はじめまして、発酵食アドバイザーの斉藤ひろみです。 YouTube デビューです。はい、今日から少しずつ簡単で美味しくて体に良い食べ物をご紹介していきます。私がご紹介するのは本当に簡単で材料も少なくすぐできるものばっかりです。というかそれしかできません。体に良い食べ物をとってコロナに負けない体づくりをしていきましょう。材料の説明をします。豆乳 150cc、 お塩小さじ1/2。お塩は雪塩を使います。で、お水小さじ1杯。材料はすべて混ぜるだけです。まずお水をお塩の中に入れます。混ぜます。お塩が水によく溶けてるまでぐる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 混ぜます。よく混ざったら豆乳の中に入れます。ぐる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 混ぜます。作り方はこれだけです。で、一言、豆知識といいますか、私の情報をお教えします。豆乳はこのようにいろいろ調整豆乳、無調整豆乳などあるのですけれど、お好きなものを使っていただいて大丈夫です。その代わり、ここに、大豆固形分というのがそれぞれに、あ、こっちでした。書かれています。見えるでしょうか。で、大事なのはこの大豆固形分、これを 9% 以上にしてください。こちら 7% となっているんですけれど、 7% だとお豆腐にならないでしょっぱい豆乳ができてしまいます。ですので、この大豆固形豆乳を買うときはこの大豆固形分をよく見て購入するといいかと思います。それともう一つ豆知識です。豆乳っていうのはだいたいこのようなキャップの出口になっているんですけれども、注ぎ方をキャップ取ってこういう風に注ぐとドボッと出ます。なのでキャップ取ったら口を上にして注ぐとドボッといきません。これ豆知識です。雪塩なんですけど、雪塩にはにがり成分が入っています。というのはお塩の製造過程において、通常一般的な、もしかしたら違うかもしれないですけども、通常のお塩っていうのは結晶とお水を分離させて作って結晶だけをお塩にさせるそうなんです。水分がにがりになるそうなんですけど、この雪塩の作り方っていうのはもう結晶も水分も一緒くたにしてギュッと乾燥されてしまうので、雪塩の中ににがり成分が入っているというふうに言われています。ですので豆乳に入れると、お豆腐のように固まるっていうふうになっています。作り方に戻ります。鍋にカップの半分ぐらいの高さまで水を張り沸騰させます。カップに蓋、もしくはアルミホイルで蓋をして鍋に入れて、鍋に蓋をして中火で20分、火
火を止めて15分蒸らします。粗熱が取れたら出来上がり、プルプルにできました。